アフリカデーの5月25日土曜日朝6時50分の日本海は風は全くないですね。海にはいい感じのうねりがインサイドから割れてますね。こちらも無風で良質なうねりは入ってきますが、いつものようにインサイドブレーキ、もうちょっとアウトで割れてくれっていつも思うんですけどね。メンツルのうねりが入ってきます。気温は20度ぐらいです。風はありません。海にはここがこれならと期待させられるようないいうねりが結構アウトから割れてますね。今左の奥ミドル付近よりアウトで割れました。今日終日どんな感じですかね。